文次元離れ、韓国交換の不正疑惑、外交失態も続き、韓国、文次元大統領の前途に暗雲が立ち込めている。南部、京昌南道の2選挙区で4月3日に実施された国会議員の補欠選挙で、与党が事実上完敗し、有権者の文次元離れが鮮明になった。文次元離れを招いた大きな要因が、 政権幹部や閣僚候補による相次ぐ不動産投機疑惑の発覚だ。特に大統領のスポークスマンを務めていたキム、ウィギョム報道官が、日本円で2億5000万円もの不動産を購入していたことが判明し、国民を唖然とさせた。政権の顔とも言える大統領スポークスマンが、裏では不動産投機で多額の利益を得ていたとすれば、許されるはずがない。 国民の怒りが爆発し、金氏は辞任に追い込まれた。また3月末には、内閣改造で起用を決めた閣僚候補2人の氏名を、不動産投機疑惑への関与を理由に撤回する失態にも見舞われ。4月5日の世論調査で文大統領の支持率は41%と急落、就任以来最低を記録した。外交当局の失態も相次いでいる。 韓国外務省はマレーシアを国賓訪問した文大統領に、隣国、インドネシア語で挨拶させたり、英文の報道資料でバルト三国をバルカン諸国と記載し、中間ラトビア大使館から抗議を受けて訂正したりした。今月4日には韓国外務省内で開かれたスペインとの時間級戦略対話の会場にしわくちゃな国旗を掲揚するなど、 常識では考えられないミスが続いている。パククネ前大統領を退陣に追い込んだ韓国のロウソクデモが象徴するように、民意が政治を動かした後に誕生したのが文政権だ。国民は腐敗した保守に代わる清潔な革新政権を期待した。しかし、政権が変わっても不正は後を絶たない。正義公正を唱えながら、 裏で不正蓄財に励む政府交換の姿は偽善以外の何者でもない。30代までの若者の間に文政権への幻滅と反発が広がっている。文大統領が人気の距離どころに掲げた朝鮮半島統一を際立たせるための新日生産。強引に国際条約を踏みにじり、司法をねじ曲げてまで反日施策を打ち出した。 相次ぐ徴用工訴訟は日韓関係を泥沼に突き落とした。だが、文政権は司法の判断を尊重するというだけで、日韓請求権協定を継承するのか、それとも破棄するのか、政府としての立場を出していない。今の韓国外交当局には、日韓関係を立て直す気力も能力もないようだ。 支持率が9週連続で下落し50%を割り込み、政権発足以来最低を記録した文大統領。経済政策への不満に加え、対日政策での無策ぶりにも批判が高まっている。大衆迎合に乗りすぎた咎めは相当大きいか。